はい、温泉ほどでございます。今日なんですけれども、クラブゲームさんから、ジノの問い合わせ結構してる方もやはり多いようで、そこで回答が、結構来てるみたいですね。で、結論といたしましては、ジノは、正常というところで、現状数値的に何も、内部的に問題はないということみたいです。はい、うん、なるほどというところで、まあ、この辺はもう、思う方は人、それぞれいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ジノは正常ということ、ジノヘルナンデスに関しては正常ということで、できてますね。まあ疑われてしまうような、まあ、体感だったりとか、過去のその、まあね、あの実際にあのヘルナンデス、この1個前の技のヘルナンデスの時もありましたし、まあ、各キャラクターそのパラメーター通り動いてないことっていうのは結構多いゲームなので、やっぱり改めてこうデバッグ環境や、極論でいくと別にトーマさんを、褒めるわけではないですけど、あのトーマさんの数値検証よりフィジカル面がドリフェスの今回の数値予想ですね、予想よりもフィジカル面が、若干均等な感じだったんですよね、こっちのフェスの方に関しては。で、逆にトーマさんは現況の最強シューター何人か比較して、この、この辺だったら止めて、まあ、満足度高くてやれることもできそう、入れるにはこの辺のキャラクターなら入れそうだみたいな視点があって、予想したんですけども、実際それよりも若干落ちたというところもあって、まあ実うんまあ、こういう結果なのかな、どうですかね。その辺は一回そのもし機会あれば、ちょっと振り返っていただければなんですけども、トーマさんの予測数値と実際出た時の数値検証の、数値見ていただければ、特に絆差が均衡してた場合は属性の、効果っていうのはあると思うんですが、今回のジノだと、初段でも、ハース、ね、抜ける可能性っていうのは属性分ギャップぐらいしかないので、その辺を加味してみると、まあ、ただ見えない数値ばっかりの話なんでね、なかなか難しいんですけど、よく、ね、自分でもやってて、やはり体感修正、体感のシークレット修正、これあるのかなってよくね、ツイッターとかでもありますけど、体感修正っていうのをね、感じてしまいますので、うん、まあでも、強いは強いと思います。まあもちろんフェス林が特段ね、初段2発目に関しては、やはり圧倒的に、もう止めてくれるっていうのも事実は事実だと思いますので、セカンドキーパーとか、デッキのね、日本じゃないデッキに関してはジノヘルナデス非常にいいキャラクターだと思います。はい、そういう意味では、次のね2月の、フェスキーパー、またフェスだと思うんですけど、フェスキーパーがどうなるかっていうのを見ていきたいなと思います。で、まあ、ちょっと予告というかがてらになっちゃうんですけど、ちょうどちょっとトーマさんと、企画会議をしておりまして、なんかこうフェス同等工場キャラの価値ってなんだろうみたいな話をずっとしてて、まあ、今だと絆だったりバフデバフとか、まあ、ちょっとした特技で面白いのがあるかや、封印してこのポジションで使うことで、まあ、グランディオスなんかはね結構その工場で、いいキャラクターかなと思うんですけども、ただ、じゃあフェス同等に近いパラメーターを持った、限定キャラ、限定代表だったり属性限定だったり、フェスこれと何かしらこう近似値を持った工場キャラっていうので、こう使い勝手良さそうとか体感して、このキャラはやっぱ、なかなか強いなっていうキャラクターってそっていうのがなかなかピックアップできないなっていう風に話をしてて、それは実際ランキングをトーマさんの、いつものやつを資料でガーッと追ってたんですけど、やっぱりこうパス値にしても、ドリブル値とかにしてもやっぱりそこの一点突破だけでも近い近似値を持ったようなキャラクターがあんまり今いなくて、どうしても片落ち感が出てしまう。もちろん工場なのでいつでも取れるっていう部分では、ただ今昨今のデッキにしてもこれフェス満載だったり限定ガチャのキャラクターが、スタメンを張るっていうことがやはり多くなってきているので、
うん、まあどうしてもアクセント的な要素で工場っていうのは使うっていう風になってるのかなとかっていう話をしてたんですけど、うん、何の話をしてるかっていうと、この後多分動画明日、今日か明日には上がるかなと思うんですが、なんとなくこの工場キャラクター10人は、今のこうオンライン上で戦えるね、まあ、もちろん絆やバフの条件とかあるんですけど、その条件を見ながらも、フィールドの中でスタメンを張ることができるんではないかなというようなキャラクター10人 を、自分がなんだかこう、考えて出したものをトーマさんが数値的に予想するみたいな、数値的に検証していくみたいな感じのなんか変な企画をやってたんですけど、うん、まあ、ちょっと今動画を撮ったのは、メール周りがねちょこちょこ回答が来てるみたいで、それをちょっと教えていただいて、うん、まあ正常ということだったの で自分の方も動画で不具合があれば出しますよっていうふうに運営さんが言ってたんですが、ない場合は何も通知がなく終わっていくっていうところで、じゃあこのガチャ引くの引かないのって待っている方もいらっしゃるかなと思って、ちょっと軽く撮ったような形です。はい、うん、すいません、ちょっと短めな動画なんですが、そんな形で、G のヘルなんですが現状正常だということみたいなので、まあこの能力に関して持っててね絶対損はしないキャラクターかなと思いますので、うん、もちろんね人それぞれね感じ方は違うかなと思うんですが、正常だということです。はい、ちょっとね歯切れ悪い形になってしまったんですけども、いつもご視聴ありがとうございます。また、よろしくお願いします。それではまた。